ナンバー岩橋元気くん大好き舞子です。今いるのが舞浜駅。先日皆様のおかげでなんとチャンネル登録者数1万人を突破いたしました。ありがとうございます。というわけで今日はご褒美動画で、今日ディズニーシーに行こうと思ってるんですけど、まあ、そこで記念となる品も購入したりとかしつつ楽しんでいきたいなと思うんですけど、友達と一緒に行こうと思ってて、で約束時間がね10時なので、10時までちょっと時間があるので、ボンボヤージュとかちょっとディズニーランドホテルの方のグッズとか見に行ってきたいと思います。実は私とお友達今月が誕生日月なので、お誕生日のお祝いも兼ねてたりします。可愛いロゼット発見したのですが、なんと私自分で自作してまいりました。こちらにねシール貼れるように。めっちゃ可愛いサングラス発見したので着用。やっぱここを通るとディズニーランド来たーって感じするよね。ほんでもってお城のようなホテル、ミニーちゃん、メキちゃん。実はここのホテルのこのコンビニみたいなところに目的のものございます。これ全部ここだけのオリジナル商品だと思わない？あのさ、このエコバッグすごいの、ドレスになってんの。確かこれはパックだった気がする。で、私が欲しかったのはこちら、かわいいトイストーリー。友達のお子さんにあげるんだ。あー、来た来た、スミちゃん。ハッピーバースデー。あー、ハッピーバースデー。いやー、この後も素敵な時間を過ごしてね。ここから覗けるようになってるの。素敵。見て、ドナルドとかいる。あ、ほんまや。あ、ミッキーいる。右側。あ、ほんまや。ほら。あ、聞こえてますか？ここ頑張ってくれた方。ハートってハート。あった。ゲット。椅子も可愛い。目パチパチ。ああした。これ楽しみだったんだよ。そうなんや。お茶のお友達かなって感じだもん。紅茶のお友達。キヤうん。ピザチーズ。うん。まだ。あ、まだ。バジル入ってる。あ、そうかも。ウサギの餌とは思わないね。確かに。なんかほんまに場所を分かってくれて、あ、あ、すごい。あ、あ、ウサギ、あ、出てた。あ、こぼした。大丈夫、誰も気づかない。こういうマインドさん、ほんまにさ、ちっちゃい時から大切やな。ちゃんの人見るの大好きやからさ、しかもこういうとこでさ、あー、出てくれた。まあいい、素敵。アメリカのアフロットステーションです。あっちゃうな。ミッキーはちゃんと青い帽子かぶってる。まずマイコさん、ありがとうございます。ありがとうございます。やったー。あ、いいね、ここ。あ、いいよ、あ、バランスいいよ。オッケー、かわいい。ミッキーが見えます。やったー、やったー。あ、いいよ、いいよ、あ、いいよ、あ、いいねー。え、待って、ここにミッキーおる。石
がすごい可愛い。やった、嬉しい。ありがとう。ありがとう。可愛い。え？あれプルートちゃん？あ、ごめん。あ、プルート。可愛いですよ。あ、なでなでしてくれたみたいになった。ましたよ。こちらエコバッグガチャ。以前ね、キシタンさんにデイジーのをいただいたんだよね。あ、すごい、何度入れたかちゃんとわかる。本当だ、光ってる。あ、もう早い、パッと出てきたよ。え、何ちゃん、なんかミキちゃん。あ、ミキちゃんじゃない。あ、違う、ミキちゃんかな。恐ろしい音楽。どちらのどなたでしょう。え、なに、なにちゃん。あ、ミキちゃん。やった、ミキちゃんが欲しかった。ほんま、よかった。ありがとう。こちらこそ。スタート。あ、すごいすごい。ジャンボリ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 ミッキージャンボリなんちゃら。ほんこだー、みなせるもおめでとう。ありがとうございます。お待たせしました。半分こでだ。ありがとうございます。ぜひ素敵なお誕生日にしてください。ありがとうございます。行ってきます。やった、到着しました。お魚だよ。ほんこだー。お魚だ。鍵は入んないんだね。乾杯。こちらはレモンソースが入ってるってことだけ入れてきた。あ、じゃあ私は、ラズベリーとなんちゃらのムースって言った。レモン。サイドレモンか。これシールじゃない、実は。違う？違うわ。やっぴー。え、これもなんか書いてあるよ。何？ミキマウス。あ、ミキちゃん。美味しそう。え、ほんま、やったー。かわいい。綺麗。色合い最高。美味しい。甘酸っぱさと、甘酸っぱさ最高。うわ、ムースとかさ、めっちゃ久しぶりやけどさ、結構好き。あ、ほんと、よかった。これぐらいのサイズ感が一番ちょうどいいよね。なんか自分の誕生日は、ケーキ食べなかったの。普段推しの誕生日会で食べ過ぎてて、カイちゃんって一緒じゃん、クミちゃんと。3日で7日だから4日しか、あ、4日しか行ってないよね。ケーキそこで食べてて、今回のカイちゃんのケーキは、あ、見たよ。ありがとう。新しいよな。クリームチーズ。クリームチーズか。そうそう、何やってたんだっけと思って。あれがなんか多すぎるかなって思ってたけど、全然へ合うんだと思って。じゃあこっちのクッキー食べます。あ、私も食べます。うん、しっとり。なあ、しっとりって美味しいよな、うん、サクサクもいいけど、どっちも好きです。結局は、うん、思ってる以上にしっとりね。ほのかに香る。なあ、甘い。やっぱりさ、何を食べるかじゃなくて誰と食べるかなんだよね。普段ちょっとこういうの得意にあんま注文しないんだ。あ、そうなの、うん、甘いもの？なんかラズベリーとレモンっていう時点で注文しないんだ。あ、そうなの。でもね、そうなん、今日美味しく感じるの。え、よかった。やっぱり何を食べるかじゃないの、誰と食べるかなの。セミナーみたいな。怖かった。このハッピーバースデーのプレートね、誕生日の時頼むとつけてくれる。ありがとう、わざわざ。イエーイ、ハッピーバースデー。誕生日らしいこと。うん、ホワイトチョコ、美味しい。ホワイトチョコだと思ってた。思ってた。実は分かってた。買えたの？買えたんです。すごい。ハッピーバースデー。あ、褒めてた。あ、
ありがとう。ハッピーバースデー。ありがとう。あ、すごい、ずっしり。じゃあじゃあ、ひらり。ちゃんちゃん。見て、すごい、かわいい。おめでとう。やった、ありがとう。これ、見て、かわいい。ねえ、すごい。それさ、でもさ、入れるためにだいぶ貯金しちゃって。かわいい。ねえ、本当にいつもプレゼントのセンスがすごい抜群。私が怖くなってきたもん。楽しみ。え、待って。え、これ見えてる？見えてる？ 7 人、8人で誕生日会も。ありがとう。おめでとう。あ、じゃあこちらはお家に帰って。お手紙です。ありがとうございます。え、だってこのさ、袋からして可愛い。私の女の部分をかきたてる。待って、イプサじゃん。もうそれな。ちょっとさ、お外でのさ、撮影とかもさ、多いからさ、あ、撮影しようっていう時になんかもう、ちょ、ちょって塗ったら、うるうる、うるってなるから。え、マジ？ちょっと見ていいか、そう見て。え、ねえ、すごい考えてくださる。素晴らしい。よかった。そう、なんかちょっと、あの、カメラ回そうっていう前に、うるうるってしたら、いいんじゃない？え、やだ。私次からうるうるしちゃう。ここに塗るん？あ、そうそう、そうなんか乾燥しやすいとことか。あ、乾燥し、あの、今塗っちゃった。あ、うるる。なんかさ、ほんまにさ、乾燥しちゃうかさ、思ってさ、すっごいなんかもう一日中動き回ってるイメージあるからさ。本当？ちょちょってできたらなんか最高じゃないと思って。確かに乾燥やばくて唇が一生。なにこれ何？乾燥の季節、あ、春ってでも乾燥するって言いますですよね。ちょっと失礼して。します。わー、ありがとう。勝手なイメージだけど、ミロベースでした。絶対そうと思う。ありがとう。じゃじゃん、絶対なんかの鼻取ったじゃじゃん、あ、かわいい。もしかして私がクマが好きって言ってたからさ、急にクマ横が、うん、そしてこちら、あ、ずっしりしてます。そう、ちょっと重い原因、その子です。めっちゃいいじゃん。よかった。ヘッドスクラブだって。しかもサボン。そう。じゃじゃーん。うわぁ、素敵な女子になれそう。もう香るじゃん。あ、ほんま？あ、嘘かも。あ、そう。めっちゃ、柑橘系？お花？あ、お花？なんかな、お花の種類。え、でもいい匂い。あ、よかった。やだ、私、あの、地肌から。頭皮、そう頭皮からいい匂い出ちゃうかも、これから。すごい最高のチャンス、ありがとう。でも私なんかすごい怖くなってきた。え、これのままでいいですかね。え、怖いな。できた、できた。もっと頑張る。お餅がまず嬉しい。なんかいっぱい入ってるよ。あ、ありがとう。わじゃじゃーん。わ、なんかこういうさ、詰め合わせみたいなさ、ワクワクする。ありがとうございます。こちらこそ。こちらはですね、まず歯磨き粉になります。確かに、確かに可愛い歯磨き粉買ったことよかった。ほんとよかった。なんだ、なんかこれはですね、宇宙が好きと聞いていましたので、宇宙の細し可愛いチョコ、ありがとう。もらってくれてありがとう。オーツミルクすごい。体に良いかな。良さそう。あ、何これ。名前を打ち込んだりすると増えるかなと思って。マジ嬉しい、可愛いし助かります。すごい、テープになるってことね。そう、すごい。え、パスタ、パスタ、これはみんなで食べれるかな。可愛い、確かに。めっちゃ最新さ、しなこちゃんもあ、そうなんだ。え、マジ？なんか揚げても美味しいよな、絶対。あ、そうなんだ。ええ。しこちゃん揚げてたような。すごい。あ、そっか、カリカリしないと。あ、そうそう、ずっと持たしちゃう。あ、とんでもない。顔がね、なんか隠れてたもんで。ありがとう。
これバッグ？ね、あ、そう、バッグ。かわいい。つむちゃんいました。そのへそこに手紙が書いております。お願いします。あ、恥ずかしい。これね、去年まみちゃんにもらって、めっちゃ楽で、めっちゃ引き上がる。マジ？こういうのさ、ほんまに疎いからさ。いや、一緒だから、まみちゃんに何これって言って。まみちゃんもありがとう。まみちゃんありがとう。そして実は4月7日誕生日当日、私初めてのミラコスタのレストランに行ってまいりました。もう桜が咲き終わってる。なのでこの道通るのも初めて。ホテルミラコスタ、イエーイ。なんか英徳学園に通いそうな人たちが使いそうな道。すんごい魚目立ってる。よく見たらね、カメとかタコとかいるよね。水が澄んでて綺麗。てかミラコスタの入り口ってもうすでに誰しもが知ってる場所だったりする。ま、お誕生日なので新しい経験をということで。こちらベッラビスタラウンジ、ここにね行こうかなって思ったんですけど、食べ放題に目がくらんで隣のオチェアノに行ってまいりました。え、発音合ってる？オチェアノとかじゃないよね。とにかくチケットを買わずしてディズニーシーの中が覗けるっていうね、最高のレストラン。タイミングが良ければショーも見れちゃう。なんか室内もプクプク泡みたいで可愛いよね。ほら、海の中みたい。で、一番テンション上がったの実はこちら、コインチョコとラムネあるんですけど、山のように品数も豊富で、見てこれめっちゃ可愛くない？可愛い食べ物大好きだよ。結構ね食べられちゃってるけど、もう大人気っていう現れですね。本当にもう全部可愛い、全部可愛い。私がね行った日はちょうどダフィン&フレンズのカムファインドスプリングスペシャルメニューでした。ほら、ティラミスにも書かれてる。お料理もなんか地中海って感じで、もう欲張っちゃって欲張っちゃって、そこスープ入れるだけなのに、見てくださいこの欲張りよ。このね、イカのおかげでぶっちゃまが膨れました。そしてスペシャルドリンクがピンクだったので、しっかりイワチを添えて、かわいい。しっかりいただいた後は、なんとこの時間、ごちそうさまでした。ここここ、これこれ、これどうですか？素敵。ドームはついてます。いいんですか？いいんですか？入れられる文字数が決まっておりまして、はい、前が最大で2列入って、はい、1列13文字まで入ります。はい、でこちらの後ろにも掘ることができて、後ろは4列入って、そんなに入ります。この後さ、雰囲気変えたい場所あるから、チケットゲット。チケットかわいい。組み立てます。気になるよね。鼻についた。そして SS コロンビア号のまだ足を踏み入れたことない場所へ。これぞ大人。やはり大人の階段を登るためにムーディーな場所といえばバーですよね。見てください、このカウンター。お酒でいっぱいでしたね。いや、私たちの席はこちら。
そしてスパークリングワイン。これやってみたかったんだよね。もうテーマパークとは思えないぐらい落ち着いた雰囲気で、のんびりしたい大人にはおすすめのお店だと思う。こういう楽しみ方もあるんですね。まあ、ぶっちゃけ彼らと来たい。ちょっとね、慣れない雰囲気ではあったんですけれども、2人でアペタイザープレートいただきました。ちなみにサンドイッチも美味しそうだったの。発見です。やった、来た。初めて。ほんま、むっちゃ美味しいよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。持ち帰りをゲット。いただきます。どう？うん、最高。美味しい。うん、やった。こっぽくない？ミスマニーが食べてる。ミスマニー、これがこっちで、はい。はい、ではフードワインフェスティバルのステッカーになります。やった、ありがとうございます。やっぱ夜綺麗。あ、でも賞味期限あるから気をつけなはれ。はい。何ですか？なんで裏返しなんですか？あ、嬉しい。ありがとうございます。初めてです。黄色嬉しいです。嬉しい。幸せの黄色です。ありがとうございます。楽しい時間はあっという間に終わりを迎えてしまいまして、ライブと一緒ですね。一緒に遊びに行ったような気分になってくれていたら嬉しいです。そしてこちらはディズニーシーに行ったら必ず最後に見て帰ってこようって決めてたファンタジースプリングスのやつ、なんて言っていいか分かんなかった。夜になると何分かおきにここが光るの。むちゃくちゃ綺麗。1万人の記念品として作ってまいりました。まずこれが台らしい。ちょっと使い方さ説明してくれたんだけど、
覚えてないな。はい。あ、書いてある。あ、電池が必要？もしかして。ありました。ちょっとリモコンから抜いてきた。いや、私のチャンネルって本当にキング&プリンスナンバーいわちの情報をお届けしてるっていうよりは、私の推し活をアップしてるって感じだから、その1万人の方がチャンネル登録してくださるなんて本当にもう感謝しかない。これからもね、たくさんの方に見ていただけるように頑張ろうって思うんですけど、このね、初心を忘れてはいけない、そのためにもこういった記念品というかね、そういうものが手元にあった方がいいなと思って、今回何か作れないかなと思って、この本体こちらにしたんですよ。光るかな、動くのかこれ。あ、動いた。わかる？で、これを載せるのか。じゃーじゃん。そう、これにしたかった理由は、やっぱ6人の始まりはキング&プリンスであって、そのキング&プリンスといったらやっぱりシンデレラガールかなって思って、シンデレラって言ったらやっぱりガラスの靴、これを記念品にしたかったので、ちょっと見えづらいと思うんだけど、正面がマイチャンネル、後ろが1万アニバーサリーにしました。テント回ってる。あ、色変わるやん。あ、言ってたっけ。あ、すごい。このね、記念品を見るたびに皆様がチャンネル登録してくださるおかげで、そして視聴してくださるおかげで、このチャンネルが続けていけているんだということをね、忘れてはいけないなと本当に心から思っております。皆様これからもどうぞどうぞ末永く、あ、もうすでにちょっと指紋がついちゃってるけど、皆様本当に末永くこれからもよろしくお願いいたします。まだチャンネル登録してないよっていう方、ぜひして見るのもいいんじゃないかななんて思ったりしますけど、どうでしょうか。ちょっとこれ読色なんじゃないかって期待したけど、読色ではない。皆様本当にいつもいつもありがとうございます。今回ね、実はこのミスバニーにしたのって、やっぱウサギ2匹ってちょっとキンプリ、キング&プリンスを彷彿させるかなっていうところもありまして、選ばせていただきました。これからもね、引き続きキング&プリンスナンバー1岩橋元気くん推していきたいなと思ってますので、皆様と一緒に応援していけたら嬉しいなと思います。というわけで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。